レザンアメリカンスクールは、スイスのフランス語圏、欧州の村レザンにある、ボーディングスクール、インターナショナルスクールである。LAS と略称される。1960年にシグリードフレッド、COTT によって創立された6年生の中高等学校。理事長創立者の息子夫婦である、ケースティーブン OTT とドリス OTT。校長は、理事長夫妻の長男である。 マーク OTT。教学で、両性のエリート養成校であり、約340人の生徒が50を超える国々から集まる。生徒には、王族、外交官、医師、富豪、著名人の息子や、娘などがいる。教育内容は、アメリカの高等学校のカリキュラムと、国際バガロレア資格取得のためのプログラムがある。教師一人当たり生徒が5から10人ほどの、 少人数制による教育が行われている。学業、スポーツマンシップ、リーダーシップ、コミュニティサービス、ヨーロッパの中心という地形を生かしたグローバルな視野の育成などに重きを置いている。卒業後は、ハーバード大学、スタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学といった、米国の大学やヨーロッパの大学へ進学する。なお、映画、ロッキーの主演俳優、 シルベスター・スタローンがここの卒業生であると言われているが、実際は体育の奨学金を受けて体育教師として勤務していたらしい。校舎は昔サナトリウムであった歴史ある建物である。昭和期に活躍した小説家、芹沢光次郎が結核の時に療養していたことでも知られる。ありがとうございます。